はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。今回はゴリランダをなんかヤドリギと身代わりがあるってことで、で S も結構早いんで、なんかグライオンに近い動きが若干できるんじゃないかなみたいな。でグライオンと違ってまあポイズンヒールがない分、こう状態以上に弱かったりはするんですけど、先制技を持ってたりっていうところで結構面白いですよね。ザンパンとグラスフィールドの回復を合わせると、毎ターン8分の1回復するから、守ると身代わりを交互に押せるんですよね。5ターンだけなんですけど。そこがちょっとグライオンっぽくて、好きで、ヤドリギをあと挟むと、もう少し面白い動きができるんじゃないかなっていう。で、まあ相対的に S はゴリランダの方が遅いんだっけ？けどまあ相対的に結構早い方になってるんで、割と先制技もあって面白いかなって思ってます。で、相手が、まあ、ギルガルドもはめれるから、ゴリランダから入っていいかな。で、トゲキッスがきついから、まあ、ドリューズかポリツーは連れてきたいね。コメント欄でね、いつも、HS ドリューズ、突撃直近のやつ使えって言われるんで、使えます。そうなるとラストはドヒドイでがいいかな。ポリツー、トゲキッスをポリツーで見切れるかって言われるとだいぶ怪しいから、ドリューズ、ラスト、ポリツーかな、これだったら。これでいきますか。まあ、ミミッキュに対して若干の不安があるんですけど、まあ、うまく削って、最後、ゴリランダーの、グラススライダーか。圏内まで押し込めば、まあ、それでいいかな、みたいな。誰から来る？ギルガルドから来る？はいはいはい。どうしようかな。まあ、身代わりから入りたい感じはあるね。こっちの攻撃、まあ、ここ禁止は普通ないかな。剣舞とかされるときつい場面だし。まあ、一回裏に引きたいんじゃないかな。それか、ヤドリギから入るか。まあ、一回身代わりで様子見ていいっすね。で、次、相手が、ブレードフォルムになったタイミングで、こっちの攻撃技とかを考えると、はい、バルトスイッチ、特殊だよね、多分このギルガルド。ラスターカノンか。これで次守るとヒットポイントが一応元に戻るようになってるっていう。ちょね、グライオンがいなくて随分寂しい思いをしてたんですけど、まあカバルドンに一方的に強いかって言われるとそうでもないんだけど、まあでも草タイプだから、で、自身半減で受けれるし、あとそのシンプルに、草技で殴られるの読むと相手結構きついよな、みたいなところもありますよね。ここヤドリギで。禁止をしてくんないかな。あ、オッケーオッケーオッケー。これは割とうまい感じになってて、まあ、今のとか殴られてもいいから、ヤドリギ刺したいみたいな感じですね。多分、シャドボも、ラスカもそんなに入んないんで、まあ、全然一回はいいかな、みたいなところで。オッケーオッケー。これで、ギルガルドちょびちょび削れる感じになるから。でね、技スペが結構悩んで、まあ、グラススライダー新技であるんで、ちょっと使ってみようってことで入れてるんですけど、まあ、身代わりヤドリギを上からやりたいってことで、最速を取ってるんで、まあ、兼ね合いはあんま良くないんですよね。グラススライダー入れるんだったら S を削って耐久を振りたい感じもあるんだけど、ただまあ宿見が打つことを考えるとグラススライダーの枠、ドラムアタックでもいいんじゃないかな、みたいな。ただ、まあダイマックスとかで積まれた相手とかに、その役割として最後グラススライダーの先制で縛れるみたいなこともできることを考えると、割と悪くないのかなっていう。あとこれ技の威力高いんでダイマックス技のダメージ下がんないんですよね、そんなに。こう身代わりで。ダイマックスでも120とか出んじゃなかったっけな。巨大コランダが、ドラムアタックの状態で打つと100いくつだっけ ?130 か。で、グラスサレだと120出るんで、まあ、悪い技じゃないかなっていう感じはしますよね。で、ここヤドリギ打ちます。これをしてるだけで、割と強いポケモンなんじゃないかな。トゲキッス最速取ってないね。まあ、あと、ヤドリギ外しがちょっときついんだけど、まあ、でも言ってもしょうがないかな。オニビドラパルトを使ってたから、もうなんか、
それは割り切れる気がする。鬼火外したらもう全部ぶち抜かれて負けとかってのもザラにあったから、そこまで考えるとね。でここ相手次大ジェット打ってきてもいいんで、身代わりをしますか。ヒットポイント永遠にほんと回復するな。ドゲキスなんかはグラスフィールド乗らない、乗らないっていうかその回復を受けれないから一方的に削れていくだけだし、結構悪くないかな。たくんできたね。だから S を逆転されながら殴られるのがちょっとうざいかな。まあちょびちょび削れてるから、フィールドこのターンが最後だっけ。このターン残んないよね、消えるよね。これでグラススライダー打てなくなるのちょっと微妙だな。鎧鉱石使ったのはもったいないけど、ドラマアタックに変えようかな。で、その2体だったら、最後ミミッキ、あ、ミミッキ持ってきてないんだっけ。ドリューズポリツーにしんのか。ちょ、まずいかもしんないな。ここダイマックスしても美味しくないしな。どうしよう。まあ、守るで耐えないよな、でも。ダイマックス切ってくるんだ。オッケーオッケーオッケー。まあでもそれは見てから、こっちが後出しのポリ2でダイマックス切ったら、まあ割と悪くないんじゃないかな。あと、後続のポケモンにも、ヤドリギが入るのが結構、ね、なんかみんなに優しい感じがあるね。ここ耐えると世界一美味しいけど、絶対身代わり耐えないんだよな。ジェット。まあでもゴリラがギルガルドに一方的に強い雰囲気があって、割と悪くないから残したいかな。はい、S アップ。控えめだから結構火力あるよな。ただ命の玉じゃないってことだけは分かってて、ここポリ2で、でドヒドヒでとも兼ね合いがいいっていうところで、結構なんかうまく使っていけないかなっていう感じはありますよね。はい、大ジェット、どんぐらい入る？硬っ、ポリ2。こいつ偉いな、マジで。まあでもダイマックスで無理やり突破してくれるんだったら、こっちの裏の爪筋のポケモンでダイマックスを切って通しやすかったりするのと、ヤドリギでちまちまいけるのがだいぶ偉いね。ちなみにここダイマックスターン相手3ターン目か。ダイボールしに行ってもいいけどな。ダイボールかな、ここ。ポリツーはなんか、ハピナスと違って、ダイマックス切った時に結構強いっていうのが、いいですよね。これ、ゴリランダーとドヒドイデの受けサイクルで、周りの並びだったり、それぞれの技構成と持ち物とか、役割対象のその、努力値調整によって多少役割対象が変わるから、その辺をうまく、なんかチューニングしていく感じの考え方が結構いいのかな。はい、ダイジェット。で、これで、トゲキッスチビになるでしょ？で、ポリツーは、回復するから、で、相手引くんだったらもうトゲキッスがゴリランダの上取れなくなるから、ここ大、どっちがいいかな。サンダーかな。裏への通りも考えると。まあ、ウーラオスがどっちかにもよるんだけど。ギルガルドだよね。はいはいはい。もうでもポリゴン2がね、ギルガルドにね、不利っていう時代は終わったからね。毒毒がないおかげで、こっちのポリツに身代わりなくても、全然関係ないし、このギルガルドしかも、特殊型で、ポリツは、HD なんで、
相手おそらくインファもないし、こっちの方が有利なんだよな。ダイアタック読みとかで引いてきたのかな、一回。はい、バルトスイッチ。ラスカー。全然入んないね。ね、ここ相手禁止のターンだから、そこで一回ゴリランダを置きたい感じもあるんだけど、ポリッツ回復もしたいよな。相手もダイマックスないから、なんか強引に突破する手段もそんなないんじゃないかな。まあ、ポリッツは結構 HC とかにしてアタッカーのポリッツがなんか流行りそうだなって思ってるんですけど、まあ僕はね、こういう受けポケモンが好きなんで、はい、放電で。まあ自己再生は切らないかなっていう。ギルガルド切る感じか。こうなると、突撃数の、ひるみで全てをつかみに来るか。認むか。匠、うざいな。どうしようかな。ポリッツどっち上がって、A 上がってんだっけ？ここゴリラ引いていいかな、だったら。ポリッツとドリューズって残しとけば、トゲキッスには多分負けないから。で多分、ミトムとかヒトムで最速取る人ってあんまいなくて、耐久ぶり、ミトムだったらまあ耐久ぶりとか、控えめで C に振るとかだと思うんだよね。匠プラス攻撃技を一発耐えるんじゃない？ゴリラだったら。まあ、そもそもグラススライダー、で、確認取れんのかな？確認は取れるか？グラススライダーで飛ばして、まあこれならドリューズの地震で落ちるね。この、いやー、わかんないか。グラスフィールドあるから、ちょっと怪しい。ボチェルトンジー。ここ宿り用さなくてよかったな。で、ここが、微妙なとこだな。ヤドリギーでエアスラを打たれると結構やだ。ただ S を上げる手段は相手ないから、ドリューズで詰めに行ってもいいよね。てかドリューズで詰めれるよな、これ。たくまれるのもあんま良くないかな。なんかゴリランダ切りながらでいいんじゃないかな。ヤドリギでこの HP の突撃スだったらドリューズのアイヘで倒せるから匠 OK 完璧でこれでゴリランダの HP 確保しながら動けるな。やべ、このゴリランダ結構いいかもしんないね。あ、ダイマックスしても強いけど、しなくても、しない戦いが主だから、なんか裏でダイマックス、潰し枠のポケモンで強く切っていけるなーっていう。初手で潰し枠のポケモンでダイマックス切って、そっから裏に動く、裏の、例えばドヒドゴリランダで受ける動きもできるし、逆にドヒドゴリランダで疲弊させてから、潰し枠のミミッキーとかドラパルトとかドリューズとかエースマンとかにダイマックスさせるみたいな展開もできるしって感じで、結構、ここ守るで。引いてきてもいいです。はい、子さんオッケー。このゴリランダちょっとね、かなり可能性を感じるから、ちょっと使っていきたいっすね。まあ、結構試合時間長かったんで、今日は一戦で終わります。じゃあ、GG。